私の番ね。行きます。
お宝見っけ。そこ行こっか。や、俺の番だな。私の番ね。私の番ですね。いや、うん、任せて。マイ、私の番だね。いや、行きます。はっ、戦闘し、はっ、宝箱発見。私の番だね。行くぞ。ダンスだ。キアリ、ええ、はい、行きます。はい、チャンスです。試合リン、いえ、よし。エベル視線、街道に出ましたね。レグラムの街は右手方向ですね。しても、すごい霧ね。はっ、こっち行こっか。マイ、任せてちょうだい。はっ、ええ、はっ、行こっか。マイ、はっ、ええ、今だわ。はらい、うん、はい、私のバット。戦闘ブイ、ダメ。私の番だね。はい、俺の番だな。はっ、私の番ね。はい、チャンスよ。もらい、私の番ですね。そこ、うん、任せて。崩れた。マイ、私のバスだ。はい、私のバス。行くぞ。よし、
ぞ。強敵発見、どうか気をつけて。強敵、うん、任せて。俺の番だな。燃えさせ、一気に決めるぞ。任せて、今だ。任せてちょうだい。燃え、今だわ。笑い、行きます。さあ、きノーズチャンスです。シアリ、終わりです。リンさん、いえ。は、宝箱発見。私の番だね。はい、崩れた。もらった。俺の番だな。見ろ、早く今だ。タイ、任せてちょうだい。行きます。はい、戦闘。城壁発見。Thank you.
お、いいポイント。それ。まずまずだな。それ。まずまずだな。それ。まずまずだな。
それじゃあ始めるわ。美味しくできたわね。よし、やってみるか。おお、うん。レシピ通りに行きましょうか。レシピ通りに行きましょうか。あら、計量通りなのに。よし、やってみるか。うん。レッツクッキン。お。
手間をかけさせるわねとか言いつつさすがに嬉しそうだな。う、嬉しそうな顔なんてしてないでしょ。ラーラ委員長、あれは幻獣。ノルドにも出た。行くぞエマ、援護を頼む。お任せください。緑水光の剣だ。見てみよ。上げたみたいだね。委員長も不思議な力を普通に使っているみたいだしわざわざ来る必要はなかったかもしれないな。いえ、まだ終わりじゃないわ。この凄まじい気配は。加勢する。まずはこいつを片付けよう。一緒に行くよ、ラウラ。フィー、そなたたち。心得た。力を貸すがよい。行きましょう、皆さん。危険度大。注意してかかろう。行こっか。行くぞ。
やな気配もやっと消えたみたいだ。大丈夫か二人とも。うん、本当にリーンさんなんですね。皆さん、セリーヌまで。ふん、当たり前でしょ。まったく唐突すぎて、どう振る舞えばいいかわからぬくらいだ。リン、そなたが無事でいてくれるとはな。なんというか、柄にも合わず、目頭が熱くなってきてしまっている。ラウラ。すまない。心配をかけて。みんなには何度礼を言っても足りないくらいだ。水臭いことを言うな。私は七組ぬ、そなたの剣としてこの力を振るうと誓った。こうして再び会える日まで決して折れることはないと。そして今ようやくそれは果たされた。それだけのことなのだ。ありがとう、ラウラ。本当に無事でよかった。委員長もようやく会えたな。はい。またこうして皆さんに会える日が来るなんて。リーンさんに再び委員長と呼んでもらえる日が来るなんて。なんだか夢の中の出来事みたいです。俺も同じ気持ちさ。でもこれは夢なんかじゃない。大変な状況だけど、こうしてまた会うことができた。諦めずにここまで来て本当に良かったと思うよ。はい、本当に皆さんのおかげです。皆さんやリーンさんがいたからこそ私はここまでやってこられた。改めて
お礼を言わせてください。委員長してくれて、一緒にここまで来てくれて本当にありがとう。ふ、大したことじゃないでしょ。あんたこそ、まあ無事でよかったわね。野良猫にならずに済みそうで一安心ってところかしら。もう憎まれ口ばかり叩くんだから。仲いいね。ああそうだな。これでラウラさんたちとも無事に合流できましたね。幻獣の気配も消えたようですし、一旦町に戻りましょうか。ええ、そうしましょう。ラウラたちも構わないか？うん、もちろんだ。道すがらこれまでのことをいろいろと話させてもらおう。桟橋の方へ急ぐとしましょうか。委員長？本当ならもう少し早く話しておくべきでした。私たちのこと、そして鬼神と機動車のこと。話してくれる気になったんだな。はい、エマ。セリーヌからすでに聞いているかもしれませんが、私が士官学院に入ったのは使命のためでした。古より続く一族の末裔、ヘクセンブリードとしての魔女の使命。それは遥か昔から受け継がれてきたものでね、地下深くに封印された大いなる力を見守り、その行く末を見届けること。
それがエマにとっての果たすべき使命だったってわけ。大いなる力、旧校舎地下に眠っていたバリマールのことだな。じゃあ君たちは鬼神のことを最初から知っていたというわけか。ええ、存在については。そして鬼神が起動者を選ぶことも、選ばれた人間が避けられない戦いに巻き込まれていくことも。あ、うん、資質はあったとはいえ、リンさんはある意味巻き込まれた側です。準契約者となった他の皆さんも同じく。なのに私は何一つ皆さんに警告することができなかった。七組の仲間としてどう考えても失格だと思います。ちょっとエマ、エマ、エマ、あんた、せっかく再会できたのにこんなことを言うなんてどうかと思いますけど、私これ以上皆さんとは。委員長、君はあの時言ったはずだ。七組は最高のクラスだって。およそクラス分けには縁がなかった私ですけど、七組が最高であるのは自信を持って言えると思います。クロウがそうだったように、俺たちの背景にはいろいろあった。俺自身幼い頃から妙な力を抱えてしまっているし、あれ自体鬼神とは何の関係もないものなんだろう。そうね、選ばれた理由の一つにはなっているかもしれないけど、あんたのその鬼の力は魔女でもよくわからないものだわ。そうか、でも俺はこんな忌まわしい力を持っている俺ですら胸を張って七組の一員だと言えるし、言いたいと思ってる。アリサも、エリオットも、ラウラにフィー、マキアスにユースも、ガイウスにミリアム、クロウ、そしてエマ、君もいる。最高のクラスの一員でいたいと思っているんだ。リンさん、本当にそうよ。当然。だからそんなことは言わないでくれ。そしてどうか俺たちを導いてほしい。不思議な知識を持つ魔女としてだけじゃなく、俺たちのクラスの委員長、面倒見のいい大切な仲間として。ないですか。わかりました。古の謎の一端を知る魔女としてだけではなく、七組の一員であるエマ・ミルスティンとして、どうかこれからも皆さんと共にいさせてください。ああ、もちろんだ。言わずもがなだ。よろしくね、エマ。やっぱ七組にはエマがいないと。